2021年2月4日。皆様、いかがお過ごしですかしのぶえを演奏しております。渡辺桃枝です。はい。えー、1ヶ月ぶりぐらいになってしまいました。桃日記をまだやめませんと宣言して、毎週更新するという、心の中では気持ちも高めていたんですが、申し訳ございません。また、 時間,時間が空いいいてしまいまししまままたお久しぶりでございます今日はちょっとリニューアルを試みたいと思いますいつもは音楽に合わせて、えー、お話をさせていただいておりましたがノーミュージック音楽がないならばどうなるのだろうという思いでちょっとやってみたいと思いますそれでは早速いきましょう渡辺桃江の「桃日記」 はい。ノーミュージックっていうのはいかがなものなんでしょうかそもそも私は自分の曲を流しながらお話をしていきたいと思っていたのに。<laughs> ちょっとやってみたかったんです。声だけ。なんか、あれです。最近、アメブロで声のブログっていうのがあるようでして、ブログって普通文字に起こすじゃないですか。文字を入力して皆さんにお読みいただく。だけど声のブログっていうのは文字にせずに 肉声ですね。声でブログ、音声で気持ちをお届けするサービス、声のブログというものを見つけて、なんかそれを聞いてたらですね、いいなーって思いまして、余計な音、余計な音私の場合、後ろはいつも自分の曲を使っていたんですが、音楽なしだとまた、 伝わり方が違ってくるんじゃないかなって思って今日は実験的にやってみたかったんですお付き合いよろしくお願いしますそして皆さんやっぱり音楽あった方がいいおもちゃ音楽入れてくださいということであればもうしっかり次からは入れさせていただきますしたまにはねこういう音楽なしもいいかもよっていうことであればまたそんな声もお,お聞かせくださいどうぞよろしくお願いいたしますガチャ はいしますももえです <laughs> 音楽なしでちょっといろいろ実験ですのでえー、つなぎの音を iPhone に入っている音何かいいのないかなーって思って調べて探していたら電話の音があったのでなんかテレフォン人生相談みたいな感じになるかなと思って <laughs> やってみました。 人生の相談は私はまだまだ受けられません私の悩みをみんなに聞いていただくっていうコーナーならしたいですね <laughs> 人生の先輩だったりまた私より年下の若いお知恵をいただくそんなコーナーができたらいいですね私の今の悩みはねあ、そうそうそう一つあるんです本気で考えてるんですけど 情報発信。情報発信。えっ、ー、と、出演情報だったり、まあ面白いライブ、コンサートの裏話だったりを皆様にお届けするのは、今までは SNS、まあツイッター、Facebook、Instagram で、バーって広めていたんですね。だけれども、広めるのではなくて、届けたい。届けたい。 その方にお送りしたいとなった時に何がいいかなって今考えているんです実は。まあ若い方だと LINE をするので LINE アットで一方的にももえのお知らせをうざがられない程度にお送りするのもありかなと思ったんですけれども LINE をされないおじいちゃんおばあちゃん世代だったりまあ携帯お持ちでない方には何がいいかなって。 を持っておりますメールマガジンなのかはたまたうーんと3ヶ月に1遍ぐらいのお手紙なのか皆さん何がよろしいでしょうか私からいらないと思いますけれども何か情報を緊急報告だったりをお届けしたいときは何のツールがいいでしょうかお聞かせいただけたら嬉しいです。ということであっという間に時間になりましたもう5分経ちます。 驚きです次回はどういう形でやるかまだ決めていませんが次回までどうぞ皆様お元気でお過ごしください。